ナイスショット打ってみてよ。ナイスショットっすか。そう。ナイスショットじゃあ打ちます。ナイスショットね。このダウンと両手袋にはいい上出来です。そうだね、うん、全然つきない格好なので。そうです。あれが打てないと何も入れられないんでしょ、うん、入れられないね。あれを出すためにやらなきゃいけないことをまずやらなきゃいけなくなっちゃうからね。だからあれが出なかったら、うん、本当は入れられないんだよね。難しくなっちゃうだけだから、うん、だからちゃんとその何も、まあ、入れてない状態ってよく俺動画で言うじゃない、うんうん、右手だけ外していい、うん、平井博明のワンラップゴルフ。この状態だよね、うんうん、あれが、うん、こうやって打った状態、うん、あれが打てなかったら、うん、ほんと入れ損だからね。入れ損だ。入れてて入れただけミスが出るから、はいはいはい、そう。ああいうショットが打てて初めて、うん、じゃあ何か今の基本外のことを入れてみようかっていうスタート地点だから、うんうんうん、こうこのこれが基準だよね。あれができてない、うん、要はできない時って何が足りないかって言ったら、うん、基本をやる時間と練習が絶対絶対に足りないの。はあ、なるほど。うん。足りてないのね。はいはい。うん。あれって何なのって言ったら基本だから。そうか。うん。なんか、まあ、温まった状態とします、うん。って言って、ポンって構えて、パチンって打つでしょ。うん、何も考えないで、うん。それが基本だから。うん、うん。うん。それができてないってことは、うん、その時間と練習っていうか、動きが足りないのね。うん、うん。うん。だから、それをできるまで、やったらゴルフが変わるの。要はスタート地点が変わるから、うんうん、そっからスタートだから、うん、あれを絶対やった方がいい。そういうことね、うん、じゃああれ何やってんのって言ったら何もやってないのよ。あ、そう、本当にこうこっち向いてこっち向いたっていうような動きをね、うん、ヘッドを右に動かして左に動かしたっていう、うん、そう。だからそれがどうのこうの詳しい動きっていうのはなくていい、うん、まあ、とにかくあの今の動きっていうのをシンプルにやってあげることっていうのがすごく大事で、うんうん、あの動きって本当になんか一番伝えたいことかもしれないな、動画で。ああ、ということは、ナイスショットが打てないんだったら、何が足りないってさっき言った、うん、何が足りないんじゃなくて、うん、基本が足りない。基本が足りない。本当に。基本が足りないんじゃないのね。そう。基本でナイスショットが出なきゃいけないわけだから、うん、だから、ナイスショットが出ないってことは基本が足りないのよ。基本の動きって、10回やったら成功する率が半分より高いのに、うんうん、本当は、うん、そう。だからそれが足りない。絶対に必要なことだから。基本ゼロでやっぱり調子を継続するっていうのも難しいし、うんうんうん、落ちるときは本当に底辺まで落ちちゃうからね、基本がないと、うんうん、だからちゃんとした滑り止めというか、うん、自分のベースとなるスイングを作っとかなきゃいけないから、うん、そう、それが基本なんです。すっごい大事よ本当に。でも基本でもさ、調子悪くなるときあるんでしょ？基本でも調子あるよ。例えば、自分のタイミングでヘッドが振れないとかね。振り遅れちゃう気味のシューとか。そういうのがある。それは今度、基本のためのドリルをやる。例えば、ベタ足、手打ちとか、うんうん。ヘッドが動いてないんだったら、こうヘッドをまずこうやって動かさなきゃいけないじゃん。うんうん、だヘッドを動かすドリルをやるの、こうやって。こういう。こういう。それに次にじゃあヘッドが動いてきたらまたじゃあ基本のスイングをやってみようっていう。そうだから基本のスイングと基本スイングのベースを行ったり来たりするの。要はドリル。そう。それでスイングって超固めていくから。ガッチガチパンパンにするから。あ、そうなの？そうよ。それプロでもやるの？めっちゃやる。この時期特に。嘘。やるんだ。やるやるやる。もう。これぐらいのクラブで、うん、こうやってやって、うん、こうやってやるからね。そう、こうやってやって、こうやって。へー。そう。
こういうスイングとか、そう、そういうのやる。それ基本の練習なんだ。もう基礎中の基礎。もう下が踏ん張れてるかどうか、こういうのとか、うんうん、短いクラブで、こういうスイングとか。そう。ワイドでこう7番アイアンでティーアップして打ったのあったじゃん、前。ああいう練習とか。ああいうのめっちゃやるから。基本やるんだ。あ。一個一個のパーツを分解すんのよ。オーバーホール。うん。オーバーホールをやる。じゃあ、終盤、今シーズン終盤ヘッド動きませんでした。うん、じゃあ、ヘッド動かすことからやりますか。うん、まずこうやってやるでしょ。でヘッドを動かすように、うん、ヘッドを動かす部門をホーバーホールしたでしょ、うんうん、したら今度下半身の我慢、うんうん、したらこうやってやったりとか、うん、こうやってやったりとか一個一個やるんだ。そう一個一個オーバーホールして一個一個ちゃんとオイル塗ってちゃんと組み立ててまた一個のスイングに完成して3月からスタート。そうするとやっぱ違う。全然違う、。プロがねプロがここまでやるんだよ。そうか、うん、それさこうやってやってたってナイスショット出ないでしょうよ。こんな猫背。そうだけどね。そう。あ、ちゃんとやんないと。プロがそれやんだ。そう。じゃあアマはもっとやんないと。オーバーホールっていうか、まあ本当部品制作からだよね。そうだね。そう。そんぐらいやんないと。そんな時間ないのは知ってますよ。知ってますけども、うん、一個一個丁寧にやってくださいっていう意味合いなんですよ。だし、うん、時間がないんからこそ基本だけやんなさいよ。他のことやってる時間ないじゃんっていう余計だよね。余計そうだよね。余計そうだよね。余計シンプルになんなきゃいけないってことじゃん。時間がないんだから。そうだ。あ、取り組んでる時間がないんだから。そうだ。取り組んでる球数が少ないんだから。そうだ。そりゃそうだよ。だったらさ、こうやってやった方がいいじゃん。そうだ。そりゃそうだよ。こうやってる時間ないじゃん。ない。あ、ないんだよ時間。ない。あ、そうだね。そりゃそうだ。そうだな。うん、だからちゃんとした、うん、本当にゴルフのシンプルなショットで、うん、どこまで打てるかを知ったら、うん、絶対入れない方がいいじゃんって言うからそれぐらい大事。レッスンに来た人は分かってくるんだよね、それね。そうそう、分かってくれる方が多いよね、やっぱり。そういうことやらないから、うんうん、そう、こういうこととかやらないからそう、それでやっぱり内緒ショットが出る、うんから、うん、だから本当にその場でレッスンの時は、うん、あ、本当に普通にそれだけで打てるんですねっていう、うん、感じをこう体感してくれる方が多いよね、うん、やっぱりこの G っていうのはいいですよいい、そいいですよ。そんな話じゃないでしょ。あ、シャフトもシンプルにね。あ、うん、やっぱす基本のスイングっていうのはね、うん、すごく大事。これは感覚でしたっけ。ナイスショット打ってよから始まったやつだよね。ナイスショット打ってよから。そう。だから、ナイスショットをバチンって打って、右グローブを外したらナイスショットは出るっていうことです。両手グローブは厳しいです、僕は。さすがに感じらんない？そう。これは。感じないんだ。センサーが。押せてるかどうかわかんない。わかんないよね。わかんない。切り返しでかかってこないんだ、圧が。そう。柔らかいから。あ、やっぱわかんないんだ。そう、圧がね、わかんない。わかんないんだ。そう。で、グリップ多少太いじゃない、うん、でこんな分厚いので握ってると、うん、どこにかかってるか分かんない。分かんないんだよ。そうで、グローブ取った瞬間だったでしょ。そうだね。あら、やだ。でもあれじゃあ、じゃあそれして打てばさ、アマ、うん、の感覚分かるじゃん。分かんない感覚分かるじゃん。そういう感じなんじゃない、みんな。そういうことか。うん、で右手超大事ってことだねそうだね。右手のセンサー超大事と。あれが証拠でね、俺2球打った。ね、右とまっすぐと、うん。そうだ、確かにこれが分かんないのかもしんない。いや、そうだから分かんないんだって。あんま分かんないんだって。そうだね。そう。だから分かる方法考えようじゃん、次。両手素で。あ、まあそうだけどさ。そうだけど。あと、やっぱり、ここで握るのと、うん、ここで握るのと、うん、
ここで指で握るの、うん、こう握るのとこう握るので全然違うから、ね、やっぱり指でこうやって握るのとこうやって握るのじゃ全然こっちの方が感覚わかるからね。まあ、指の方が繊細だろうね。繊細、そう、すっごい大事、ね、だからさ、アプローチパターってグローブ外す人多いでしょ。ああ、感覚だからね。そう、やっぱ手に来るものって大事だから、うん、もちろんその固定してあるイメージがいいプロなんかもはグローブしたまんま打つ人は多いけど、うん、いるけど、やっぱりほとんどの人外すんだよね。ギュッと握ってたって、うん、こうやって振ると手の中でこっちに圧かかったりこっちに圧かかったりするじゃない、うん、肉が潰れて寄って、うん、それが分かんないとダメなの、うん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 、そう、だからこう動いてるわけじゃないからさ、そう、ね、そう、こうやって動くとね、圧がねかかるじゃない、うん、それで、あ、今ここって分かるから、すごいんだからセンサー。そうだね、あ、だからそういうのを感じながら打ってると、ポッと打ってって言われてナイスは打てるようになるから、感覚を知るってすごい大事です。なんで本当に感覚を自分で分かるっていうか、分かるようになるのは時間がかかるんですけど、感じようとして打ってみてください。今クラブがどういう圧が自分のこう手の中にかかってるかっていうのがすごい大事なんで、練習でお試しください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。